この日、グリンブルク王国はその長い歴史に終止符を打った。エスフロスト公国はグリンブルク王都を制圧、怒涛のようにその支配地域を広げていく。その主力となる部隊はグリンブルク王子ロランをかくまうウォルホート家の居城、ウォルホート城へと向けられた。グスタドルフ様、タラース様とエリカ様がご到着されました。パトリアト殿、案内ご苦労様。もう下がっていいですよ。ご用がありましたら何なりとお申し付けください。そうね、私の部屋にワインと果物を用意しておいて。承知いたしました。それでは失礼いたします。わかりやすい男。まさに腰巾着というやつさ。グリンブルク陥落おめでとうございます。さすがは兄さん、見事なお手際でした。城下の混乱もじきに収まるでしょう。うん、各領地の方もおおむね問題ありません。テリオールはおじけづいて城の中、ファルクスが気づいた時にはもう手遅れ。グリンブルクご自慢の御三家も兄さんの前じゃ肩なしだ。残るウォルホートへはアウローラを送った。ロラン王子を捕らえよと命じてやる。ところで兄さん、コーデリアがなぜここに？敗者を玉座になんかかけさせて、まるで女王みたいだ。実際そうなってもらう。どういうことです？事態が落ち着き次第、私が後見人となりコーデリアを大いにつける。レグナは一両日中に処刑する。パトリアトにもそう伝えてやる。剣王レグナもついにおしまいか。グリンブルクの諸君、私はエスプロスト公国総帥グスタドルフである。これよりグリンブルク国王レグナの犯した大罪を皆に告発する。先の大戦から30年、人々は粉骨砕身し祖国を立て直してきた。ノゼリア新鉱山はその象徴。三国が共存共栄する平和への足がかりとなるはずだった。だがこの男はレグナ王はその希望を踏みにじったのだ。我が国の技術で採掘のめどが立った途端、レグナ王は新鉱山を我が物にしようと画策した。そしてあろうことか、企みに気づいた技術指南ドラガンエスプロストを殺すよう命じたのだ。これは盟友たる我らエスプロスト公国
並びに聖ハイサンド大峡谷に対する裏切りである。レグナ王の愚行を止めるため我らはやむなくホワイトホルム城を占拠するに至った。だがこれはドラガン殺害への正当なる復讐であり、裏切りに対する正義の行いである。罪状を認めるか、レグナ王よ。認める。だからどうか民と子供たちは。聞いたか、グリンブルクの民よ。レグナ王は罪を認めた。ここにエスプロスト公国総帥グスタドルフは死刑を宣告する。レグナ王の首をはねよ。ローラン、コーデリア、あとは頼んだぞ。王都陥落から数日後、グリンブルク国王レグナが処刑された。レグナの死は各地に衝撃を与えた。それは一つの時代の終焉を示すとともに、新たな混沌の時代の幕開けを意味していた。さて、どうしたものか。レグナ王亡き今、どうすれば我らは生き残れる。ランドロイ、ファルクス家は徹底抗戦するだろう。だが、奴らだけでは間違いなく負ける。では、ウォルホートがつけば。ロラン王子はウォルホートにいると聞く。ファルクスと共に戦う可能性は十分ある。いや、本当にそうか。ウォルホートはむしろ領地の存続を条件にエスフロストへ王子を差し出す方が。そうなればグリンブルクは終わりだ。王子と王女は殺されるか、手駒にされるか。国を捨てエスフロストに下る、それが残された唯一の道かもしれんな。レグナ王、くそ、主君を守れずして何が御三家か。なぜ陰謀に気づけなかった。なぜ救いに行けなかった。千なきこと、王のお命はもう失われてしまった。だが残されたロラン王子だけは何としても守らねば。
ジョーカは落ち着いているようだな。なあ、これからこの町はどうなると思う？城の騎士団は全滅したっていうし、今のうちに逃げた方がいいんじゃないか？俺たちを殺すつもりなら襲ってきた時にやってるさ。エースフロストの連中もそこまでやる気はないんだろう。ジタバタしてもしょうがない。なるようにしかならんよ。エースフロストに対する市民の感情は思ったより悪くない。襲撃時、町には可能な限り手を出さず攻撃を城に集中させたからだろう。ジョーカはほぼ問題なしと言っていい。あとはグリンブルク王家だ。王とフラニ王子はすでに片付き、コーデリア王子は市中にある。残るはロラン王子。こちらも軍の精鋭部隊を派遣済みだ。加えて各地に手配書を出すという。賞金に釣られて協力する者もいるはず。さすがはグスタドルク、抜け目のない男だ。視察は終わりだ。帰るぞ。ソルスレイ様。どうしたブッカー。エスフロスト公国がグリンブルク王国に侵攻したとの報告が届きました。なんだと。王都はすでに陥落、レグナ王は処刑され、フラニ王子も殺されたそうです。ロラン王子はウォルホート領に逃れており、公国軍が向かっているとのこと。エスフロストめ、何を考えている。他の連中は事態をどう見ているのだ。いや、それよりもまずは教皇にお会いせねば。落ち着いてください、ソルスレイ様。この状況、あるいはエンデケにとって好機となるかもしれません。好機だと。なるほど、確かにお前の言う通りかもしれん。ブッカー、私の忠実な右腕よ。お前はエンデケに欠かせない存在だ。教皇宮にスカイドリを出してくれ。ソルスレイ・エンデが謁見に参上するとな。かしこまりました。セレノア様、よくぞご無事で。なんとか戻ってこられたな。ヴォルホートは王国随一の堅牢な城塞。ここまで来れば安心です、ロラン様。そうだな、父上や師匠も無事だといいが。ベネディクト様、たった今使い取りより報告が。どうした？顔が真っ青だぞ、ベネディクト。ロラン様、若様、どうか落ち着いてお聞きください。王都にてレグナ王が処刑されたそうです。
父上が。なんということだ、父上。ロラン、お気持ちはわかりますが、悲しんでいる余裕はありません。グリンブルク王家最後の男子エスフロストが次に狙うのは間違いなくロラン王子です。ああ、すぐに手を打たねば。父上にもご意見を聞きたい。それがシモン様は。父上に何かあったのか。父上。シモン様、これは一体。王と襲撃の砲をお聞きになった際にお倒れになり、そのまま意識が戻らず。そんなバカなことがあってたまるか。まさかシモン様が。どうして。父上、しっかりしてください。父上、父上に伺いたいことがまだ。これからウォルホートは、私はどうすればよいのですか。セレノは回復の見込みはあるのか。手は尽くしておりますが、なんとも。そうか。セレノは案ずるな。シモン殿はお強い方だ。ありがとう、ロラン王子。あなたこそ最もおつらいはずなのに。このような時こそしっかりしなければ。父の無念を晴らすためにも。お前も当主としてなすべきことをなせ。シモン殿のためにもな。わかりました。ご報告があります。どうした。創世殿の行方を追っていた兵がこれをと。これはマクスウェル殿の仮面。ホワイトホルム大橋付近で見つけたとのことです。これは…師匠…そんな…まさか…見つかったのは仮面だけか。はい。橋の近くは死者であふれ、一人一人の身柄を確かめるのが難しく、川の流れも速いため、これ以上の捜索は困難とのことでした。そうか。ご苦労だった。ゆっくり休んでくれ。はっ。師匠、師匠、あなたまで俺を置いていくのか。エスフロスト公国はホワイトホルム城に駐留している兵を集め、モルフォートに向けて進軍を開始。それはとりも直さず、グリンブルク王家の血を引く最後の男子、期せずして王位継承の筆頭位となったロラン奪還のために他ならなかった。
若様、エスプロスト軍がここウォルホートに向けて進軍を開始しました。先だってグスタドルフ総帥からの書簡が届きました。ロラン王子の引き渡しを要求しています。広告軍が到着するまでに返事をせよということか。おそらくなお部隊を率いるのはあのアブローラ将軍とのこと。敵も本気か。どうしてもロラン王子を手に入れる気だな。すぐに軍議を開く。皆を議場に集めてくれ。そんな、ありえません、ベネディクト。いいんだ、フレデリカ。ベネディクト、話を続けてくれ。はい。ですから改めて皆に問います。ロラン王子をエスプロスト公国に引き渡すか否かを。私は反対だ。なら何のためにマクスウェル様は。そうですよ、ロラン王子を頼むとマクスウェル様はおっしゃいました。それを。この城は天然の要塞、ロラン王子を守るにはちょうどいい。だけど報告は王都制圧の時と同じか、あるいはそれ以上の軍を差し向けるでしょうね。大軍が相手ではこの地形は仇となる。我々には逃げ場がないということです。だからといって諦めるのですか。これは人の命に関わる問題なのです。だからこそ君たちウォルフォート家が血を流す必要はない。これは俺の戦いだ。ロラン王子、それは違います。ウォルフォート家は王国御三家の筆頭、断じて無関係ではない。いいんだ、俺は出ていく。そうすればここは戦地にならない。答えは一つだ。お前は迷ったりしないよな。誰かが犠牲になることが正しいなんて私には思えません。若様、ウォルホート領を戦場にはできません。領民を守るのが当主の使命です。どうかご決断を。進化なら王女を守って戦うべきだ。だが領主としては領民の安全も考えねばならない。セレノア、苦労をかけてすまん。だがお前はウォルフォート家のために動けばいい。王家の責任は俺が背負う。あなたはもう覚悟を決められているのですね。若様はこのウォルフォート家の当主。お決断できるのはあなたしかいないのです。わかった、ベネディクト。新年の天秤を用意してくれ。広告にロラン王子を差し出すべきか否か、皆の意思を問いたい。
投票の時間になったら私が合図する。それまで各自よく考えておいてくれ。かしこまりました。では解散。
私は。セレノワ様。そうですね。それに、そうですね。私は。ご当主様。それで、確かに心に留めておきましょう。セレノワ様、はい。考えさせてください。セレノワ、そうか。しかし。だが、では投票を始めよう。ロラン王子を差し出すか否か、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。信じるぞ。
お許しください。それで、賛同します。新年の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。道は定められた。我らはロラン王子を守り、エスフロストを迎え撃つ。審判は下りましたね。新年の天秤による決定ですが、厳しい道となる覚悟は必要です。この道は間違いではなかったと己を納得させられるのは己のみだ。頼む、俺にできることは何でも言ってくれ。皆の者、すぐに防衛の準備を。エスプロスト公国軍を跳ね返す。